も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今日はチェッカーズやります。チェッカーズはですね、うちの奥さんももともと大好きでございまして、いいですよね。まあ実はチェッカーズは過去に涙のリクエスト1曲しかまだやったことなくて、結構あれやってください、あれやってほしいって今いろいろあるんですけど、私の好きな曲 Song for USA をウクレレで、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。やったー、よし。はい、いつものように2バージョンやりますよ。最初は初心者さんでもなるべくできるように4つ弾きで簡単コードで、なるべくシンプルに歌中心でいけるようにシンプル簡単アレンジをやって、その後解説して後半はちょっとかっこいいバージョン、これおしゃれですからね、最後までご覧になってください。さあウクレレで大好きな曲を演奏してみませんか。自分で演奏して弾く、これ最高なんですよ。どうやったら始められるか、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでこの私が親切丁寧に分かりやすくお伝えしております。はい、ここにリンクがあります。ここのリンク先の、初心者リストはここというところをクリックしていただいて、数字の 1,2,3,4 っていう順番にこうクリックすると YouTube に全部飛ぶんですよ。それ見ながらやるだけですぐ弾けるようになりますからね。はい、ここにリンクがあります。初心者リストはここに行ってらっしゃい、クリック。はい、いってらっしゃい。そこには今まで取りためて500曲以上の曲がもうすでにアップロードされており、ガズレレ流に本当簡単になってますんで、いろんな曲、あらゆるありとあらゆるジャンルとね、スタイルの曲がありますからね、ぜひ始めましょう。それでは早速 Song for USA シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1,2,3,4 桟橋で簡単バージョンやってみました。シンプルで、分かりやすい曲という感じで、いいですね。はい、で今のはショートカットバージョン、1番サビまでやったバージョンです。フルでやりたい方は2番の、歌詞を書き出して、コード進行一緒ですからね。その時の参考になるように私のノートを見ていただきたいんですけど、今の前奏は C やって桟橋でなんですけど、これでここによく分かんないコード C アドナ C ADDQ って書いてあるんですよ。これは後で解説します。かっこいいバージョンでこのコードを使っていきますんで、今はこれ使ってやります。で、私の楽譜の特徴は、上の段はシンプル簡単バージョン、下でこういうブルンってなってるところが、これから後半やるかっこいいバージョンのコード進行になりますんで、ちょっと変わってきますね。で、あとここ見てください。伸ばすとかね。
止まるとか、こういう指令が書いてあります。その辺もメモってください。じゃあ、ここの、まずここの A メロのところ。はい。一時停止。はい。すごくここ、またいでるからね、ここ。見果てぬ夢をってなってる。ここに見果てぬ夢を書こうと思って迷ったんですけど、結構こっちに食い込んでるんで、まあこういう書き方で。じゃあ次 B メロ。ギターはじ、ここウクレレ弾くって歌おうと思ったけど、やっぱりそのね、歌の原型のままギター弾くにしときました。はい。で、ここがサビのエリアですね。ちょっとここ、ガチャガチャ細かくなっちゃったんですけど、はい。やっぱこのコード進行変わるところがね、ちょっと見づらいかなとか思うんですけど。ここに決めとか書いてあるね。これ後で解説しますからね。はい。なんでここはテロップと見合わせて、メモってください。ここにダダダダダとか、これ後半でやる決めですからね、これもね。はい。ひとまずこんな感じでございます。で、出てくるコードの解説をしようと思うんですけれども、まず C、F、Am、Dm、G7、E7、Em。はい、これ、もう、このコードは、はい、ガズレレ必須コード、オンパレード。ガズレレ必須コード、必須ですね。必須、必須ってことは覚えてください。ということで。これはですね、ガズレレ必須コードというのは、私がこうアレンジした、ウクレレの曲ではですね、このガズレレ必須コードというグループのコード8個覚えておくと、過去に取りためで500曲の曲です。まあ、ほとんどできるんですよ。なので覚えておいてください。過去に取ったそのガズレ必須コード解説した分かりやすいリンクをここに貼っておきます。ここでコードの勉強してください。これはもう間違いなく覚えてくださいね。楽しく覚えられます。もう楽しい動画なんですよ。もう本当に見てください。ぜひ。なんで今日はここのコードは説明省略します。で、じゃあこれから、かっこいいバージョンいきまーす。かっこいいバージョン。かっこいいバージョンではさっきも言ったんですけど、この1個コードを足されます。C、アドナイス。簡単です。C を押さえてるところに3弦の2フレットを足す。見ててください。C っていうのはここを押さえます。ここを押さえるでしょ。アドナイスっていうのはここです。ここ。これ。こういう感じになります。こうやって行ったり来たりする。これ特徴的ですね。これをやるだけで、この Song for US の感じが出ます。で、リズムなんですけど、ね、チャンチャンチャ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 チャン、まあこんなのがベースなんですけど、これですね、今日はアルペジオではやらないんですけど、アルペジオでやるとこういうこれが似合うんですよ。三連のアルペジオです。これがこの感じがベースにありますね。要はオールディーズっぽいキンキンキンカンキ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 ンカンキン、まあそのスイングしてる感じというかですね、まあ3連の感じがちょっとリズムの中に入ってるのがいいと思います。まあ今日はアルペジオなしでこうストロークでやるんですけどね、まあその感じもちょっと見ていただきたいと思います。で、ここの曲はですね、まあ決めが結構あるんですけども、ここだね、まずはね、バーッと見ていくとですね、まあ伸ばすっていうのはまあいいとして、ここ誰もがスターダスト、ここのところを決めてからこうやりましょう。これは結構簡単。誰もだスターダストだったね、こんな感じ。誰もだバンだバン、はい、わかる。カッティングするのがいいと思うんですけど、左手でね。ちょっと左手難しい人はだッタ、右手止める。だッタンダンダッ8ビートの最初の一発弾いて一回止める。ダッダンダダン、はい、ここが決めるとかっこいいですね。誰もがスターダだったね、はい、ここをまず決めましょう。これはね、まあじゃんじゃっちゃんじゃじゃん、まあ8ビートとかカッティング、あ、今それはここにリンク貼っておきましょう。ウクレレでできるリズムいろいろの、私ホームページの1ページなんだけど、そこで、まあ、8ビートのリズムの中なんですよ。これはジャンダパン8ビートっていうのを練習して、あとチャもできるといいよ。ジャンチャチャン、あとはさっきやった3連のアルペジオもそこに出てるね。あとはそんな、そうだね、そこのまあリズムをちょっと見ておいてくださいね。はい。で、あともう一個の決めというかね、ここちょっと見てください。ここね、 Dm 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 Em7 です。これはね、時の波に消えた All my friends今日はのところなんですけど、ちょっとやってみましょう。ここ This is song for you say 時の波に消えた All my friends、 ここです。今日はここ今日はの和だけ Em7 弾きたいですよ。 My friend 今日はここへってやりたいんですよ。和だけ Em7
今日はの和だけね、ここキーポイントですね。でその後、お前今日はここへ来て同じ歌を歌ってくれ、ここに決めって書いてある。ここもまあここ決めって書いてあって、ダダダダダダって書いてあるんですけど、ここはまあ大体想像つくと思うんですけど、同じ歌を歌ってくれ、一回止まって、ほい This is the song for USA、 今の3連でしょ、タタ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 3連、やっぱこの曲3連なんですよ、ベースは。もう一回いきましょうか。今日はここへ来て同じ歌を歌ってくれ、止まる、ここタタ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 タ、ちょっとやりづらいね。ダン、最後の頭がまたこうちょっと難しいと思うんですけど、ダダダダダダダ、全部ダウンでもいいと思います。とにかくここが盛り上がる決めが、一回最初止まってから、うん、タタ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 タ、ドンドタンっていくのがかっこいいかなと思います。まずひとまずそのぐらいでしょうか。はい、あと C アドナイス、この響きがあのそこかしこに出てくるんでね、これをちょっと注目しておいてください。それではかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。バージョンやってみました。かっこいいですね。はい、なんかこうやっぱりオールディーズっぽいに香りがすごくするなんかこう名曲だと思いますけどね。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、 B メロのギターハージ君のところは8ビートのチャですね。ハージ君チャです。チャチャンチャ。こうシャッフルというか三連のシャッフルというかね、まあ、独特のこの感じなんですけど、結構溜めていかないとちょっとスーッとすぐ速くなっちゃうと思うんで、エンジンブレーキかけながらこうゆっくり。気持ちをゆったり やってくださいね。はい、楽しんでみんなでチェッカーズ歌いましょう。はい、ガズレールホームページご覧になってください。リンクもここに貼っておきます。はい、ガズレールホームページを見ると大体のことは分かってくださると思うんですけれども、とりあえず今週末6月30日は遊戯公園でアースガーデンというビッグイベントが行われて、そこの、時間帯お昼過ぎ1時半とかその1時海外に、ガズの仲間たち皆さんのことです。みんなで一緒に千人ガズレレにやるんですよ。はい、ドーン、月千人ガズレレで、細かい場所とか曲名とか曲順とかをここにリンク貼ってるブログに書くんですけど、ちょっとこれ加筆したんでもう一回ちょっと見といてくださいね。はい、でまあ確認で曲順も決まりましたんで、当日ウクレレ持って、大騒ぎしましょう。ウクレレ持ってきてください。入場無料ですからね。ガズレレブースも出て物販もいろいろありますんで覗きに来てください。で今全国ツアー中です。2018年はガズレレ全国ツアー中で、来月は神戸行きます。神戸、まあ今まだまだ予定これから増えていくんですけれども、フォローしておいてくださいね。はい、よろしくお願いします。もう山盛りです。はい、今回はチェッカーズやってみました。さよなら、バイバイ、またね、音楽どんどんやろうぜ、チャオ。
時